ぴょんぴょんぴょーん。はい、釣り子 TV です。今日もね、ぴょんぴょんぴょんから始まりましたけども、これなんかね届いてたんですよ。住所のところとかはちょっと外しちゃったんですけども、これね、なんだろう、何送るよとか、そういうのもね、なくね、小包み、ルアーとかかな、なんかサイズ的にね、とにかくね、ちょっと開けてみたいと思いますね。なんだろう、はい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 、なるほど、はい、これサニーブロスの D4 ですね。ダッチみたいな羽物、これね、サニーブロスさんが送ってくれたんだな。そんで新しくね、ちょっとねチューニングしたよっていうことは聞いていたんですけども、ありがとうございます。わざわざ1個ね送っていただいてね、提供サニーブロスって感じですかね。よい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 よですね、が入ってまして、ということは、紹介しろっていうことでしょうね。これね、多分手紙も入って、手書きの手紙が入ってますね。いつも YouTube 見てます。 D4 が新しくなりました。羽がですね 0.8 ミリから1ミリになり、素材が変わり硬くなりました。誰でも簡単に動かせます。またどうかよろしくお願いいたしますってことで、わかりました。はい、というわけで、ちょっとね、開封動画やっていこうかなと思いますけども、というわけで、これ買ったわけじゃないんですね。サニーブロスさんってね、キープキャストとかでもね、大変お世話になったメーカーさんなんですけども、そこからもしよかったら使ってみてよっていうことで、提供していただいたということでいいと思うんですけども、D4 ね、このね、羽物結構、ね、好きでね、先日も実はね、一匹釣れたりして、なんともね、自分的にはね使い心地のいいルアーだなーっていうね。あとは、この羽を外して、そのダイビングペンシルみたいにも使えるよっていうところで、そういったところでもね結構入れ食いになったりしてね、お気に入りの、ルアーの一つなんですけども、それの何やら羽が新しくなったよっていうことで、ちょっとね旧型持ってきますね。はい、この中にね、あったはず。はい。というわけで、これがね、旧型の D4 ね。で、新型と何が違うのかしらっていうのをね、早速開けて見ていきたいと思うんですけども。すごいね、こう動画とかやってるとこういうね、ルアーとか送ってもらえちゃったりすることがあるとね、嬉しいですね。はい、というわけで出てきました、新型の、D4 ですね。ボディとかは変わらず、この羽の材質とか厚みがね変わったよって、これもね触ってねすぐ分かりますね。だいぶ硬くなっているっていうのも、はい、こっちのね D4 はね結構形こそ似ているんですが、結構柔らかめの羽なんですね。これなんかそうだな、こう見て分かりますかね、ちょっとこう後ろに垂れるような、そういうセッティングなんですよね。でこれはこうまっすぐピーンとしてるわけなんですが、これがね結構早巻きとかすると自然とこうクイーッとね後ろにここのところが反っていくなっていう印象はあって、それはそれで別にこう
こんな感じで直しながら使ってね。でデッドスローで弾きたい時とか、ここを微調整で自分でその場で現場でプライヤーとかでね、あとは手でもね結構曲げられるんですよ、この羽って。でそれが面白いなっていう感じで使っていたんですね。で実際に魚なんかも釣れたりして、でそこのところがこれだいぶね厚みも増して、あと材質も変えてきたっていうことなんで、硬くなっているね。このちょっと羽硬くなったバージョンの D4 っていうのが新しくね、生まれ変わったっていうことで、間もなく店頭に並び出すっていうね、こういうことみたいなんですね。でスペアの羽もついてますね。だからこの旧型なんかも、この硬い羽に変えることはできるんですけども、もし最初にねこの買った人がいたら、この羽はこの羽で、だからまあレアになってくるんじゃないかな、ね、自分でちょっと羽なんか調整しながら泳ぎのピッチなんかも微調整して使っていきたいよっていう人は、この初期バージョンのね D4 貴重になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、そういうのも何ももうちょっともうこう出してボーンで使って、あと早巻きとかね、それこそこれ繊細なルアーなんで、回収の時とかもガーって早巻きするとね、ちょっと泳ぎがねセッティング出してたのから若干ずれるっていうことはあったんですけど、まあその都度こうクイクイってクイクイってやってね、それはそれで使えたんですけども、あーそっか、だから結構 D4 の説明のところでもちょっと羽物をねよく使い込んでる人を使ってねみたいな説明があったんですよね。ちょっとクロート向けですよみたいな感じの説明があって、でそこをファインチューニングしてもう誰でもポンとこう出したらそのまんま、同じようなセッティングで使い続けることがしやすくなったよっていうのが、このちょっと若干新しくなった D4 なのかなっていうね。で最近使ってみての感じだと、基本はダッチで釣れるような状況の時に、これ持ってて入れると、ダッチより若干サイズがね小さくなっているから、食わせやすいっていうね、そんな印象。あとは色の好みとか、あとは浮き姿勢がダッチが水平に浮くのに対して、この D4 はね若干お尻がこう入ったような感じでね入るんですね、水面に対して、ダッチが結構水平でね、こっちがね D4 がね少し、こんな感じの角度ね、それによってデッドスローでこうゆっくりね波紋を出してみたいな使い方の時に非常に使いやすいルアーだなっていうね。あとはまあ好みでね使っていけばいいと思うんですけども、まあ今羽物ってねいろんなメーカーから本当いろんな種類が出てますので、まあそこでまあジャッカルのものであるとか、メガバスのアイウィングであるとか、デプスの NZ シリーズであるとか、ねはたまたまあなんかいっぱいありますよね。そんな時に選択肢の一つとしてこの感じのサイズ感ね、好きだよっていう人はこの D4 なんかもね一ついいんじゃないかなと思って、まあね自分はねこれそうですね、まあその代表の方と知り合いだったりしたっていうのがあって、それで、送ってもらったりできたんですけども、使ってみたら、結構ねいいなと思って、個人的にはそのゆっくりですごい繊細な波紋を出す感じがアベンタクローラーのあの RS とかを入れたいなみたいな時、ダッチを投げたいっていう時よりは、今これアベンタじゃないっていうね、 RS じゃないっていうような感じの時に入れるとなんかいい感じで、波紋が残せて、そして釣れてくれるっていう、そんな印象なんですけども、まあそんな感じの、まあ、D4 がね若干羽チューニングして、使
いやすくなったよっていうことでいいと思うんですけど、でこのね替えの羽なんていうのもあの別途、販売開始するよっていうことなんで、あの従来の D4 を使っていて、これはこれでこの替えの羽がついてるんで、まあしばらくは全然大丈夫なんですけども、でもねいろいろぶつけちゃったりも曲がってもう、そういうの直すのが面倒だよっていうね人は、このチューニングパーツの D4 の羽ね、これ別途、販売、されてるっていうことなんで、これを買って、初期型の D4 につけてもまたこの新型と同じようなね、遊び方ができるっていうことなんではないかなと思います。ということでこれそのそっか、なんか連絡してくれればね、あの何が入ってるってね想像がついたんですけど、今回連絡がなくね、突然こうね手書きのメッセージとともにね、来たんでこれはこれでドキドキして面白かったなと思って、はい、そんな感じでまたね、まだまだね羽物ね秋ぐらいまで、遊べちゃうシーズンが続きますので、まあこの D4 はじめね、その他いろいろ買った羽物とかね引き続き動画の方でも投げていってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、サニーブロスさん提供のですね、新しくなった羽がねちょっと丈夫になったよね、そういった D4 が家に届いたよ、開けてみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。Thank you.